インターネット安曇野の平林昇です。今回はですね、安曇野の精神的風土、このテーマでお話をさせていただきたいと思います。この精神的風土がですね、実際にこの今の安曇野のこの原風景を作ってるってことなんですね。レンゲ田に白壁生えて、いわゆるこの、屋敷ですね、屋敷があり、庭があり、母屋があり、そして土蔵がある、こういう作りのいわゆる農家がですね、点在したり、集落をこう作ってるわけなんですね。でこれがこの安曇野のこう風景っていうことになるわけですね。これが原風景っていういわゆるこの精神的風土の上に立ってこういう形になったってことなんですね。これはその大きな差を生んでないってことなんですね。富がどこかにこういわゆる集まったっていう風景じゃないんですね。こうみんなこうそれぞれにですね、いわゆるこう分かち合う、こういう形で実際こう暮らしてきたって、これ知恵なんですね。これをこの結っていうんですね。結納の結、結ぶってことですね。でこの結び方なんですが、ある意味この総裁っていうのか、このみんながこの遊ぶことなくですね、あるいはこの監視役ではなくてですね、みんながこう労働者になって労働するわけなんですね。で労働しながら、いわゆるお互いにその労働をいわゆるこの提供したりされたりしながら、お金を動かせなくてもいわゆる農作業ができたってことなんですね。今風の言葉で言うと、このシェアリングエコノミー、お互い様のこの経済ってことになると思うんですが、これが実際この延々とこう安曇野ではこう続いたわけなんですね。ですからこの、このストックにあたるものがですね、蔵になったりってことなんですね。あるいはこの屋敷になったりってことで、でそれぞれが同じようなこのいわゆる建て構えっていうのをこう構えられたわけなんですね。でこれがですね、今こう問題になっている富のこの格差ってあるわけです。どん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 こういわゆる富めるものは富める、貧しきものは貧しくなっていくっていう、こういう時代の中にあって、この安曇野のこの精神的風土、この農村社会の共同体の精神っていうのか、この結衣っていうものの考え方をですね、もう一度こうしっかりこう整理をして、で今世の中のいわゆるシェアリングエコノミーっていうのは、誰かのいわゆるこの管轄の中、支配の中でいわゆるシェアリングがされていて、ここの動いてるお金っていうのはある意味ではそこをこう仕切ってるところにこう吸い上げられていくような仕組みなんですね。それがこの今流行りのいわゆるシェアリングエコノミーってことなんですね。ですけどこの安曇野のこのいわゆるシェアリングエコノミーっていうのは、それぞれがですね、主になってるってことなんです。それぞれが主になって、それぞれがリンクをしているってことです。お互い様で、その中で微調整はあるとしても、その微調整は現金でこう決済するとしても、いわゆる一番のその労働っていうものは、いわゆるお金で換算しなくて、労働のいわゆる総裁で実際にこの解決してきたってことなんですね。だからストックが残った、それぞれのいわゆるその農家にですね、自作農にいわゆる現金が残る仕組みっていうのが、この安曇野の、シェアリングエコノミー、安曇野の精神的風土、いわゆるお互い様の精神ですね。この結衣がある意味この、平等な、いわゆるお互いにこう支え合いながら、いわゆるこの平等にこう暮らせるような社会ができたってことなんですね。ですからこの延長でいくとですね、このユナイテッド・ピープル・オブ・ザ・ワールド、この安曇野からこういうスタートが切れれば、いわゆるこの世界もこう一つに、いわゆるこの、このバランスのいいこのネットワークっていうものがですね、こうできていくってことだと思うんですね。で結果として、世界一家っていうんですかね、この
ホールワールド、ワンハウスホールド。ホールワールド、ワンハウスホールド。まあ、こういう方向にこう行くんじゃないか。まあ、決してこれは、何ですか、長い道のりなんですが、だけど、アスミノのこういうものの考え方をですね、実際にこうリンクしていけば、まあ、行き着くところは、まあ、平和なですね、まあ、お互い様の、いわゆる経済、お互い様の暮らしができる、こう社会ができるところですね。ですから、このアスミノの、いわゆるこの精神的風土、お互い様のこの精神、これがですね、本当にある意味こう一つこう世界のこうスタンダードにできれば、世界のこの OS にできれば、こう世界っていうものはですね、もうちょっとこう夢のある、こう本当にこう戦争でこう傷つき合いながら、いわゆる国を追われながらっていうのはですね、やっぱりこの地球に根付いてですね、いわゆる地球と共に生きる、そこで働きながらこう生活していくっていう、この農民の自作農のですね、いわゆるこの、まあ、エネルギーとこのものの考え方、精神っていうものをですね、まあ、もう一度ここで学び直そうってことなんですね。これがこの安曇野市もですね、ここに基づいて街づくりをしたら、もっとこうハッピーなですね、いわゆる安曇野がこう誇れる、まあ、町になるんじゃないかな、まあ、そういうお話なんです。